はい、同人生活ですということで、今日もね、同人チャレンジをやっていきたいと思いますけれども、では今回はこちらを紹介したいと思います。てるって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 ということで、まあ、ハムスターがおるって思ったんですけども、実際のところはこちら、日本の動物コレクション琵琶湖ということでね、ハムスターあんま関係ないんじゃねみたいなところはありますけど、なんとこれこんなちっちゃいのに300円なんですよ。割とちっちゃいんですよ。今までのか、うん、いやでもそうでもないな。軽いだけだ。あ、でもまあちっちゃめか。私の手がこんな感じになるんで、まあちっちゃめだとは思います。でね、まあはい。我らが、海洋堂カプセル級ミュージアムということで、私の動画でもね、いくつか上げさせていただいておりますけれども、今回はその中から日本の動物コレクション、琵琶湖、母なる古代湖ということでね、全11種類300円。ということで、ちょっとお高いですけど、買ってまいりました。はい、ではちょっと開封の儀を執り行いたいと思います。ここに点線があるんで、これをね、ピピピッと、やっていきますよ。ピッピッ、うーん、くらえこの野郎。よし、はい、オープンネットということで、今回はね、この茶色の栗色か、カプセルです。今まではね、青とか緑とか、まあほとんどが青だったんだけど、まあそういうことですよ。 どういうことやみたいな、ちょっとね、高級感あふれる、いつものカプセルということで。海王堂さんはね、カプセルもちょっとなんか高級感あふれてますよね。はい。ということで、中は見せないまんま、ちょっと取り出しにくいな。はい。なんだこれ？ 2 枚に分かれ、あ、出たー。出たー、この天使フィギュアね。変えるだけ組み立て方がってことは、これ変えるか。バレてしまいましたね。もういきなりネタバレっていう。本当はね、この、ノロってやつが欲しかったんだよね、俺。なんかこの、エヴァンゲリオンのスト的な感じだったんで、ちょっとノロが欲しかったんですけど、どうやらシュレーゲルアオガエルが出たようです、今回は。隠した意味だよね。で、これは何だろう。ん？今、天使が2倍入っています。そっか、あれ？っていうか、金の天使ってこんな透明感溢れてんの？そっか。このチラシで太陽の塔フィギュアが当たる。ほう。太陽の塔のフィギュア、でっか。いるかな、太陽の塔のフィギュア。天使入ってるかな、今回は。どうでしょう。で、今回アマガエルということで、ノロが欲しかったんだけどな、ノロがどんな感じかっていうのはね、動画のここら辺に出ないと思います。私にそんな技術はないので。言うなし、みたいなね。はい、ということで、ちょっとカエルちゃんらしいんで、まあ、カエル嫌いの人はね、ちょっと、見ない方がいいかもしれないです。海王堂さんですから。うん。さすが海王堂といった感じのカエルだ。そして、天使が2倍入ってるらしいですけど、その2倍の抽選率にも漏れる同人生活ということでね。はい。私は仮免受かってるんでしょうか。これが多分、出されてるのはもう3月の終わりなのかな。3月の終わりもしくは、もう4月に入ってるのかもしれない。といったところなんですけれども。仮免受かってんのかな、俺。でもね、ちょっとずれ込んじゃったんで、3月、4月前に、免許を手に入れるっていうのはちょっと無理で、今、もしかしたら、未来の私は頑張って免許を取得に励んでいるんじゃないかなと思います。すごいリアル。
かわいい。すごい。で、ここに、ここを、こ、あ、こ、あっつって。よいしょ。ここに、これをこう、ぎゅっと、ん？いくぞ。せーの。ふん！あー、痛い。普通に痛い。よし。なかなか入らないな。じゃあちょっとカメラの後ろでやってみます。うん、なかなか本当に入らないな。まさかこういう苦戦の仕方をするとは思いませんでしたけど、いって普通にいて、なんか金属物で上から圧迫した方が入りやすいかもしれない。ちょっと今こっちでカメラの後ろでうーっと試行錯誤してなんとかはめ込もうと頑張っておりますけれども、うっ、ん、だい、いくぜこの野郎。くそ、カエルのくせに柔らかくね。うん、入らないよ。いったい、見てくださいこれ。まこと痛々しいことこの上ないなみたいな感じですけど、入りません全然。硬い。じゃあちょっとここをね、先にアセンブルしたいと思います。え、まさか、まさかここもか。ブルータス、お前もか。ブルータス、お前もか。本当に。ちょっと待って、え、完全にこれやばい。この謎タイム、そうだ、前回のコブラ、前回でもないけど、いつぞやのコブラさんと、もうなんかこの辺り眺めててくださいこれ。ね、ほら、多分あの同人チャレンジ見てる人にはおなじみの彼らのこの会議の方をちょっとお楽しみください。うん、うん、くそ、ちくしょう、うん、エヴァンゲリオンの再来じゃ。このカエルエヴァか。やばい、これはエヴァンゲリオン事件になる。くそ、なんだってんだ。くそ、なぜじゃ、なぜこんなことに。くそ、なんだこれ。全然入らねえ。超加点ですけど。カエルかわいいのに、これ下半身と上半身がさよならしてるよ。なんだってんだい。ちょっと海洋堂さん、これはちょっと、ちょっとこれ、問題ありますよ。これはちょっと問題ありますよ。くそ、ちくしょう、こんなところで負けてたまるか。くそ、こんなところで、こんなところで負けてる場合じゃないんだ。全然無理。何これ、入らない。嘘でしょ、どんだけ。つうかさ、このアマガエルだったらもう完成品入れといてくれてもいいんじゃないのこれ。究極だよ。ああ、もう無理です。全然入りませんといったところで、こんな感じでどうでしょうか。もうね、10分も使ってるっていう意味わかんなさなんで、
カットしないんで、はい。皆さんでこの苦しみを一緒に味わいましょうか。はい、といったところで、こちら、カプセル級ミュージアム、シュレーゲル・アオガエル、母なる大地、琵琶湖、うん、なんだっけ、タイトル忘れちった。これか。日本の動物コレクション、琵琶湖、母なる古代湖、300円、全11種類の中から、今回はこちら、シュレーゲル・アオガエルの方をね、レビューさせていただきました。とはいえ、これ、組み立てできませんでした。こんな感じです。あのね、めっちゃ硬い、本当に、これ。意味がわからない。ここもね、うまくはまんねえし。これは海洋堂さん、ちょっと、失敗作ですわ。失敗作ですよ、これは。ちゃんと考えて作ってほしかったですね。はい、といったところで今回の動画はここら辺でにしてお別れにしたいと思います。それでは皆さん、これ買ったらすごい力込めて作ってくださいね。生半可な、結構力がある方と言われてるこの私ですらはめることができなかったんで、やばいですこれ。それじゃあ皆さん、バイバーイ。